ソマリアの暫定連邦政府は成立前から複雑な歴史を歩んでいる。ソマリアは1991年にバーレ政権が崩壊して以降内戦状態となった。2000年、隣国ジブチでの和平会議がきっかけで暫定国民政府が成立したが多くの勢力の協力が得られず、ソマリア国内での実権はほとんどを持っていなかった。 2002年の隣国ケニアでの和平会議がきっかけとなり、2004年に SRRC が主軸となって暫定連邦憲章と暫定連邦政府が成立、前プントランド大統領のアブドゥラヒウスフが大統領となった。当初の TFG は国際社会の一部の承認を得て成立したが、実質は軍閥の集まりであった。しかもその勢力範囲は、 首都モガディシュと南部の有力都市バイドア周辺に止まった。2006年急速に力をつけたイスラム法廷会議に首都モガディシュが占拠された。2007年1月にエチオピアの力を借りて首都周辺を取り戻したがそれが原因で TFG は分裂した。2008年6月にイスラム法廷会議の後を受けたソマリア再開法連合とは和解したが 同じくイスラム政治勢力のあるシャバブに押し返され、またもやほとんど実権がなくなった。2009年1月31日、イスラム法廷会議の幹部だったシャリフ・アハメドが TFG の大統領に選ばれたが、アルシャバブとの対立はむしろ激化した。2012年8月1日には暫定憲法が採択され、同年8月20日に TFG による 暫定統治機関は終了した。詳細は、ソマリア暫定国民政府を参照2000年4月、隣国のジブチがホスト国となって、ソマリア国民和平会議が開かれた。これは、ジブチ会議とも呼ばれる。ジブチ会議の結果、2000年8月27日、アブディカシム・サラハッサンが大統領となり、暫定国民政府が成立した。TNG のハッサン大統領は、 多くの軍閥を政権に招いた。四代目ソマリア大統領ムハマドを補佐したフセインハジ、ボット、ソマリア内戦当初の最有力勢力 USC の元メンバーモハメドクワイアレアフラフ、同じく USC 系のオスマンアリアとジュバ警告連合のバレアダンシーレヒラーレなどが加わった。一方、ジブチ会議に参加したが、TNG には参加しなかった勢力もある。 クセイン・アイディードが率いる USC 系のソマリ国民会議は形式的には参加したが実質は非協力的だった。また、ハッサン・モハメド・ヌル・シャキググド,ドが率いるラハン・ウェイン抵抗軍、マレハン氏族系の軍閥で、ハジオマール・ムハマド将軍が率いるソマリア国民戦線、アブドライ・シェイク・イスマイルが率いる南部ソマリ国民運動革年抵抗運動も、 TNG には加わらなかった。2001年3月、TNG に反発する勢力がエチオピアで結集し、ソマリア和解復興委員会が成立した。この時点で TNG はほぼ失敗が確定した。ただし SRRC も一枚岩ではなく、2001年5月6日、25名から、ナルワ兵と土地問題解決のための国民会議が開催されたが、 その議長が、ソマリ青年同盟の与党時代に首相を務めた、アブディリザク・ハジフセインだったことに、SRRC とプントランド指導部が反発し、アブディリザク・ハジフセインは2001年7月25日に辞任した。2002年11月にもソマリ和解会議が、隣国ケニアのエルドレットで開かれ、現在の TFG を構成する大部分のメンバーが参加した。 ただしこの会議が開かれた時、ラハンウェイン抵抗軍が対立する軍閥の調和団、窓辺をバイドアの戦闘で捉え、窓辺をジューバ警告連合が支援していたとして非難した。ジェイバの指導者バレアダンシーレ・ヒラーレはこれを否定した。2004年の時点で、ソマリアの北西部にはソマリランド、ソマリアの北東部にはプントランドが成立し、 ソマリアの他地域に比べれば自治政府らしい状態になっていた。しかし、ソマリアの中南部では依然として有力な政治勢力が存在しなかった。そこで国際社会の協力のもと暫定政権が作られることになった。これにはイスラーム勢力の台頭を嫌うアメリカの意向が強く反映されていた。フセイン・アイリードが率いる有力勢力のソマリア和解。 復興委員会も参加することとなった。2004年2月、アフリカ連合、国際連合、政府間開発機構指示の下、隣国ケニアのナイロビで、暫定連邦憲章が施行された。TFC ではソマリアを連邦制、つまり各種族が作る自治政府の集合体にするとされ、連邦政府は外交など、ソマリア国家全体のことのみを担当することとなった。 暫定政府にはエチオピアが特に協力的だった。エチオピアはかつてオガデン戦争でソマリアと戦い、国内にソマリ族を多数有するというソマリアと深い関係にあり、また、隣国ソマリアにイスラーム政権ができることを嫌ったためでもあった。ユスフ大統領2004年8月、4つの代表氏族が参加した暫定連邦議会が設立され、9月15日に ラハンウェイン氏族のハッサン・アデンが国会議長となった。2004年10月10日、プントランド大統領で、ナロット氏族のアブドゥラヒ・ユスフが暫定連邦議会で投票数275のうちの189票を獲得して暫定大統領に選出され、10月14日に大統領選制を行った。ただし、ソマリア本国では不可能だったため、 ケニアのナイロビにあるスポーツセンターで行われた。ユスフは大統領に選ばれると暫定連邦政府の組閣に着手し、ハウィア氏族のアリー・ムハンマド・ゲイリオ首相に指名した。以後、TFG は大統領、首相、国会議長の3名を中心に動くことになる。また、以後もソマリ族の大氏族であるダロット、ハウィア、ラハンウェインのバランスを考えた人事となる。 2004年10月から翌1月にかけては TNG との統合も試みられたが最終的には TNG の勢力は排除された。2005年2月にはケニアから首都モガディシュ入りしている。しかし2005年3月には早くも大統領首相派とモガディシュ軍閥とに事実上分裂した。また政府を置く場所についてユスフ大統領はジョハールを アデン国会議長は、首都モガリ氏を主張して意見が割れた。その他にも対立する事項があり、2006年1月5日、イエメンのアデンで会合が持たれ、大統領と国会議長の祖母がないようにすることなどが決められた、アデン宣言が出された。ただし、基本的に TFG は軍閥の集まりであり、公安、漁業、林業などの利害でことごとく対立した。 イスラム教を信奉する勢力もあれば、そうでない勢力もあり、海賊行為に手を染めるもの、それを禁止しようとするものなど様々であった。2006年2月26日、暫定議会は、隣国ケニアから首都モガリシュの北西 260km に、ある都市バイドアに移り、初めてソマリア国内で開かれた。穀物総行、臨時の議会所とし、 定員275名の議員のうち210名が参加した。政府機関の一部もバイドアに移された。このため TFG はバイドア政府と呼ばれることも多い。TFG の内首都モガディシュに拠点を置く軍閥はアメリカやエチオピアの援助を受けて反テロリズム、平和回復のための連合、アープクトという組織を作った。アープクトはソマリア南部を拠点とする イスラム法廷会議と対立し、2006年3月から5月に戦闘を繰り返した。この戦闘は過去10年で最も激しいものとなった。戦闘は ICU 有利に進み、アープックとはモガディシュから追い出され、ICU はソマリア南部の大部分を掌握し、TFG 本体と対立することとなった。2006年6月、 TFG のゲイディ首相は指示を無視して ICU と戦闘を続けたことを理由に2006年7月 TFG を支援する形でエチオピア軍がソマリアに侵入した。これにソマリア議会は反発2006年7月27日公的業務担当長官のオスマン・アリアとを含む18名が TFG が国家統一を果たすことができなかったことを理由に辞任した。 7月30日、ゲイリ首相に不信任案が出され、不信任票が、信任票を上回るものの、3分の2には満たさず、不信任案は成立しなかった。8月1日、ゲイリ首相が、イスラム法廷会議との会談延期を表明したため、それに抗議して、長官8名が辞任した。そのうちの一人、漁業長官のハッサン・アブシル・ファラは、 会談の延期は和解成立の大きな妨げになるため、我々は辞任せざるを得なかったと語っている。さらに、厚生長官のアブディアジズシェイク・ユスフ、再生長官のバーレシレ・アダンラの主要メンバーが、次々に辞任し、8月4日の時点で辞任した閣僚は、長官16名を含む40名となった。8月7日、TFG を支える、デイディ首相、 ユスフ大統領、アデン国会議長の3名が会談し、イスラム法廷会議と和解できる新政権を作ることで合意した。ユスフ大統領はゲーディ内閣の一時解散を発表し、ゲーディには1週間以内に新内閣の長官を選ぶよう依頼された。2006年8月21日、ゲーディ首相は閣僚メンバーを決定した。人数は31名と大幅に減らした。 国家安全長官、防衛長官、財務長官、外交問題担当長官と重要ポストは一新したが、旧 s r r c 指導者のフセインアイディードは内務長官として留任させた。44名の準大臣も決められた。この内閣は8月26日の議会で承認される、運びとなっていたが、不信任となる可能性もあったため遅れた。二千六年九月、 ケニアで打ち合わせるゲーディ首相この間にも TFG とエチオピア軍はイスラム勢力と戦闘を続けており TFG エチオピア連合軍はおむね勝利を続け2006年末までにバイドア、バンディラドリーベルトウェイン、ジョハール、ジリブ、モガディシュを取り返した2007年1月1日にはキスマヨも取り返したエチオピア軍はバイドア政府の防衛にも協力した エチオピアは介入させた人数は1000にも満たず、主に TFG 軍の訓練教官やアドバイザーであると主張しているが ICU は介入したエチオピア軍は数万であると主張した。TFG の中にもエチオピア軍の介入を心よく思わない勢力もあった。2006年12月15日、議員を回る橋いら60人の TFG メンバーが 外国軍に抗議するため、首都モガリシュに集まった。2007年1月1日、TFG のユスフ大統領は、ヒーラン地区の責任者、ユスフダバギードを解任し、フセインモアリムを責任者に、サレーマンヒラウルを副責任者に任命した。また同じ1月1日、ゲイリ首相は、首都モガリシュの軍閥支配時代は、すでに終わったと発表した。 ゲイリー首相は非政府組織の武装解除を実行し、集めた武器を港に集め、モガディシュの大統領官邸で管理すると発表した。イスラム勢力への恩赦も実施された。2007年1月17日、大統領、首相と並んで、TFG のトップであるアデン国会議長が賛成183、反対8、危険1で解任された。その理由は、アデンが、 ICU に便利を図り、さらに長期間議会を休んだためとされた。2007年1月31日、新国会議長にアダン・モハメド・ヌール・マドベが選ばれた。275票のうち、マドベが154票、イブラヒム・ハッサンが54票だった。2007年2月7日、ゲイディ首相は閣僚3名の解任を発表した。 厚生長官アブディアジズユスフ高等教育、文化長官のフセイン・モハマドの2名は横領と、能力不足とされた。鉱物、水資源担当長官のモハマド・ヌールは、長官指名後に先生に応じなかったためだった。内務長官のフセイン・アイディードは、公共、合計10の閣僚が見直された。2007年9月、エチオピアを追われたイスラム武装勢力の一部が、 ソマリア再開放連盟を結成した。2007年11月24日、ハウィエ氏族のヌルハッサン・フセインが首相となった。2008年8月、ICU の後を継いだ、ソマリア再開放連盟のうちの恩恵派と TFG が和解した。これは、ジブチ合意と呼ばれる。ユスフ大統領は、フセイン首相と人事などをめぐって対立し、 ユスフ大統領は2008年12月14日に、フセイン首相と閣僚全員を解任し、公認にムハンマド・マフムド・クルドを指名するが、議会の信任を得られなかった。12月29日、ユスフ大統領は辞任した。窓辺国会議長が暫定大統領となった。南部の大部分をイスラム武装勢力に占領された状態での辞任であった。辞任の理由は、 人気満了であり、4年間で国内勢力をまとめられなかったため続投を断念するというものだった。アハメド大統領2009年1月29日、エチオピア軍の撤退を受けて、イスラム勢力アルシャバブが TFG の根拠地、バイドアを占領した。そのため TFG のほとんどのメンバーが隣国ジブチに避難した。1月31日、そのジブチで、 TFG の大統領選が行われ、ICU の元メンバーで、ハウィア氏属出身、44歳のシャリフ・アハメドが選ばれた。なお、対立候補は首相だったヌルハッサン・フセインだった。アハメド大統領は首相に、オマル・アブディラ氏ド・アリ・シルマルケを指名し、2月には、首都モガディシュで大統領就任を宣言した。シルマルケは1960年代に、 ソマリア大統領を務めたアブディラシット・アリー・シェルマルケの息子であり、アハメド大統領と異なる大氏族、ダロット出身でもあったことなどから選ばれた。アハメド大統領は ICU でも恩恵派であり、TFG とイスラム勢力との橋渡しが期待された。しかし ICU でアハメドと並んで幹部を務めたハッサン・ダヒール・アウェイスは、TFG への協力を拒否した。 アウェースのあるシャバブに対する影響は不明であるが、TFG とイスラム勢力との和解は困難となった。アルカイダの指導者、ウサーマ・ビン・ラーディンは3月19日、アハメド政権の打倒を呼びかけている。アウェースも5月3日に、イスラム勢力に対し、TFG との戦闘続行を呼びかけている。2009年6月18日には、中部、ベレトウェインで自爆テロが発生。 アデンチアン症を含む5人が死亡した。あるシャバブによるものとみられる。ありがとうございます。